Amazon のアプリ動くんだ、ビームスで。お、立ち上がった。すげえな、こんなことできんだ、知んなかった。とだ、Android インストールできんだ、これ。おー、パソコンからダウンロードした動画も見れるね。いや、これ楽しみだね。いやー、しかしね、これ撮影めっちゃ大変でした。はい、今週はね、X リアルビームに丸々を入れてみたら大興奮というね、ことでね、ちょっとやってみたいと思います。使えないと思ってたビームに Amazon ストアのアプリがね、インストールできるってことをコメントもらったので、実際に本当にできるかどうかちょっと動画にしてみました。このチャンネルでは PC ライフを楽しむための便利で役に立つ情報を毎週発信しています。パソコンのハードウェア、ソフトウェア、そして新しいデジタルデバイスやガジェットなどもレビューをしております。どうぞね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということで実際にやってみたいと思います。今週の動画なんですが、ビームに丸々を入れてみるということでやっていきたいと思います。コンテンツはですね、ビームってそもそもなんだっけっていうことをちょっと簡単にね、説明したいと思います。あと、ビームに丸々を入れてみたら興奮したということでね、まあ何を入れたんでしょうかということですね。あと、導入方法、そして実際に試して分かったこと、そしていつもの通りまとめという感じでやっていきたいと思います。はい、ということで、まずビームとは何ですかっていうことなんですが、まあ、こちらにね、ちょっと画像を出しておきますけれども、まあ、X リアルと接続して、空間のディスプレイを出すっていうデバイスなんですよね。で、特色としてはいろいろあるんですけれども、まずは330インチの巨大スクリーンが目の前に出せるということですね。で、主な特色は私の方で、まあ、これかなと思ってるのが、持ち運びがまず簡単ですね。結構小さいですしね。あとは様々なデバイスと接続が可能になってます。まあ、無線でもできますけども、有線でもできるということでね。あとゲームか。まあ、そういったものとも接続ができるようでございます。あとは、空間モードがね、3つ選べるということで、まあ、こちらの方はホームページから拾ってきたんですが、こういった空間モードが選べるということですね。そして使用方法なんですが、使用方法の方は、まあ、動画とか、まあ、映画鑑賞ですね。こういったものが、できると。あとはゲームですね。こちらの方もゲーム機とビームスをこう返すことで、できると。まあ、あとはね、仕事関係でも使うことができるということで、あります。はい、ということで、今回のメインコンテンツなんですが、ビームズに丸々を入れてみたら興奮したということなんですが、これ実は Amazon のプーリーストア、Amazon のストアアプリを入れられることができるそうなんです。ちょっとね、コメントを詳しい方からいただいて、ビームズはどうも Android 端末なので、まあ、ファイル管理のところに、その Android 用のアプリを入れると、実はビームズ上で動きますよってことなんですよね。で、一応こちらにちょっと URL は貼っておきます。概要欄にも貼っておきますので、まあ、ダウンロードはこちらからしていただければなと思っております。ということで、実際の導入方法なんですが、こちらちょっと動画の方を撮ってありますので、そちらの方で、説明をしたいと思います。まずはパソコンとですね、Beams の方をつなげますと、まあ、こんな感じで USB っぽくですね、出てきてくるんですよね。で、フォルダが出てきますので、まあ、こちらに Amazon の先ほどダウンロードしたものを、まあ、入れてあげると。私はダウンロードというフォルダに入れてみました。ちなみにこんな感じで、動画とかもね、入れ込むことができます。はい、そうするとダウンロードしたらですね、こんな形で、ダウンロードが、まあ、出てきますので、まあ、こちらですね、先ほどの Android のやつは、今ちょっとオーディオいっちゃいましたけれども、こちらの先ほどの Android のやつですね、こちらの Android の先ほどダウンロードしたやつを、マウスでダブルクリックしてあげるとインストールが始まるようになります。はい、そしてダウンロードが済んでインストールがきちんとできると、まあ、こんな形でアプリが立ち上がりますね。ちょっとね、iPhone で、撮ってるので見づらいところもあるかと思います。まあ、ゲームとか、あとはランキングですね。こういったものでランキングなども表示されるようでございます。あと、検索をすると、
アプリを検索することができますね。私の方では、Firefox とか、そういったブラウザー系を検索してみました。ただブラウザー出てこないやつもありますね。あとは動画のディズニープラスなども探してみましたが、こちらも出てきませんでした。はい。あとはカタログというか、一覧でこんな形でテーマごとにね、見ることもできるようでございます。はい。ちなみに私の方で入れたのがノートパッドっていうアプリと Amazon のアプリストアですね。あと YouTube 見るソフトと、あと検索エンジンと、あと VPN のね、ソフトも試しに入れてみたら入りました。はい、ということで、ちょっとおさらいしておきますと、PC に Beams を接続して、そしてダウンロードをして、そして Beams のダウンロードに保存をしたら、Xreal の画面から、インストールしてあげるということですね。非常に簡単です。はい、ということで、実際にね、試して分かったことなんですけれども、アプリの数がね、すっごい数ありますね。一説によると、なんか20万とか30万とかネットに載ってます。はい。あとゲームなんかもあるので、非常にね、面白そうだなと思いました。これがね、Beams 単体で、動作するっていうのは非常にいいなと感じましたね。はい。ただ、意外とね、操作はね、Beam だけでできるんですよね。ちょっとゲームも、これ見てもらうとわかるんですが、なんかね、どこで操作するんだろうと思っていたんですが、ポインターがね、こうマウスの役割みたいになってるので、それで、ゲームもね、やってみたら簡単にできました。あとね、ちょっと注意点だけ触れておきますね。注意点なんですけれども、Android アプリだから全て、できるのかなと思ったんですが、この Amazon 版のアプリストアだと、全部のね、アプリがあるわけではないみたいなんですよね。ですので、そこは注意が必要かなと。あと、一部機能が抜け落ちているソフトもありましたね。私の場合ですと、ExpressVPN っていうのを使っていて、これは VPN 機能の他に、ID とパスワードをね、覚えさせるものがあるんですよ。で、それがね、ちょっと今回入れた Android 版には入ってなかったということで、ソフトが全て、揃ってるっていうわけでもないし、全部の機能が使えるということでもないということですね。ただ、これ単体で結構遊べるので、いやいや、なんか今まで結構使えねえかなと思ってたんですけれども、非常にこれは大興奮ということでした。はい、ということで、まとめに入りますけど、Beam に Android for Amazon APP ですね。これが入るとは思わなかったので、コメントをいただきました方、大変本当にありがとうございます。あとは、パソコンから、動画とか音楽を入れ込むことができるということですね。音楽はね、わざわざね、Xreal で聞くまでもないんですけれども、動画をね、入れ込むことができるっていうのは、非常にいいかなと思っております。結構ね、大画面で見れるし、ちょっとね、スマホに動画とかあんまり入れたくないですよ。あと、価格自体が1万6000円だか1万7000円ぐらいだったので、Beam の方ね。それを考えると、Android を持ってない人は、とりあえず Beam を買ってもいいのかなと思います。私の場合には、Android をね、買っちゃった後に、こういったことができるって分かったので、ちょっとね、ショックも大きいんですけれども、ただね、まだ Android 持ってなくて、iPhone 系しか持ってないっていう方は、Beams の方をね、とりあえず、買ってみるという手もあるんじゃないかなと思っています。ただね、ここまで書いて、なんなんですけども、スマホとね、直接つなげてもできることがたくさんあるので、わざわざアンドロイドのスマホを持ってる人は、買う必要もないのかなと思っております。ただね、1万7000円ぐらいで、いろんなことを試してみたいという方は、ぜひね、面白いデバイスなので、試していただければなと思っております。はい。ということでね、最後まで動画の方を見ていただきましてありがとうございます。このチャンネルがね、良かった、この動画が良かったという方は、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方もよろしくお願いします。あとね、今回もコメントからこの動画を作りましたので、本当にね、コメントありがとうございます。ぜひね、励ましのコメントの他に質問などもあればね、コメント
残していただければ私の方で分かる範囲で動画などにしていきたいと思います。それではまた来週よろしくお願いします。さよなら、バイバーイ。